50人カット1日紹介、今日紹介していくのは23時58分だ。23時58分は日本レッドクラフトの第2回オーディションから登場する参加勢の一人だ。今までにいなかったインキャリ系女子を全面的に押し出したキャラクターとなっている。50人カットに入ったばっかりの時の名前は23時51分という名前だったが、突然失踪し2021年10月29日の配信にて突然復活が発表され、名前がなぜか23時51分から23時52分に変わっていた。スキンもこれまでの毛色とは全く違うものになっていた。そこからもちょこちょこ参加していたのだが、突然また失踪し2022年7月24日の配信でまたもや復活。時間がものすごく進んで23時58分に変更された。またスキンも全く違うものに変わった。噂ではこの時は週末時計で12時になると50人クラフトが終わるらしい。来週紹介していくのは出来おこだ。みんな楽しみにしてくれな。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。